この均等割、家族ごとにかかる労働割、これを廃止して大きく下げようというものでございます。4人家族で全国平均35万円から20万円に下げることができます。これ一緒にやっていこうじゃございませんか。それともう一つ、皆さん、子どもさんの医療費の問題です。お父さん、お母さん、先生方の運動で全国すべての自治体で子どもさんの医療費の助成制度が作られています。ところが政府がやってることどうですか。窓口を無料化した市町村に対して予算をカットする、ペナルティーをここでも課しています。反対ですね。自治体が福祉のためにいいことやったら応援するのが国の役割じゃないですか。こういうペナルティーはやめさせまして、国の制度として小学校就学前まで医療費を無料にする制度を作ろうじゃございませんか。やりますとね、もう23区皆さんの運動で中学校3年まで無料ですよね。底上げされますから高校卒業まで無料が広がります。18歳まで子どもさんの医療は全部無料にしよう、これを実現しようじゃありませんか。第3の提案は、お金の心配なく学び子育てができる社会を作ろう、このことを訴えたい。何よりも訴えたいのは、高すぎる大学の学費を下げることです。安倍政権は大学無償化の法律を作ったと宣伝しておりますが、先ほど木田さんが言ったように看板に偽りありですよ。3つ問題があります。1つは、学費の全体を下げるわけじゃない、値上げの容認、これがその中身です。2つ目は、学費を減免する対象になる学生さんはたったの1割、9割の学生さんは関係ない制度なんです。そして3つ目、財源は消費税の増税です。皆さん、これを無償化って言うんですから、看板に偽りあるとはこのことじゃないですか。全ての学生を対象に学費を直ちに半減し、段階的に無償化を図ってまいりましょう。そして大学出た時に奨学金という名前の借金を数百万背負ってる社会というのはおかしいですね。この奨学金については月3万円の給付奨学金制度を作って70万人の学生が利用できるような制度にしたい、この仕事木田さんに託そうじゃございませんか。安倍政権は幼児教育と保育を無償化するとも言ってます。もちろん無償化は必要ですが、消費税に頼らずやる必要がありますね。そして最優先で取り組むべきは待機児童の解消じゃないですか。それも保育士さんの数を減らして、安上がりの方法で質を落とすやり方は良くない、安心して子どもさんを預けられる認可保育所を30万人分増設して待機児童問題解決しようじゃございませんか。皆さん、これが共産党の、暮らしに希望を3つの提案でございますが、いかがでしょう。こんなうまい話があるのかなと、あるかも思いの方もいるかもわからないけど、できますよ皆さん。消費税 10% を中止して今言った3つの提案をパッケージで実行するのに必要な財源 7.5 兆円でできます。どうやって作るか、消費税に頼らない別の道で作ってまいります。皆さんご存知でしょうか。中小企業の皆さんが払っている法人税の実質負担率、
18%、大企業が 10% しかなってません。特別の優遇税制のおかげです。せめて中小企業並みに払ってもらおうじゃありませんか。これやりますと4兆円お預かりできます。それからご存知でしょうか、所得1億円超えますとね、カルロス・ゴーンさんみたいな大金持ちになればなるほど所得税の実質負担率下がっちゃう、こういう山なりのグラフがあるんです。株で儲けたお金にかかる税金が軽いからです。この山なりのグラフ、最初に国会に出したのは共産党の大門未知議員、今では政府も OECD も使うようになりました。大門さん、そんなことあったらとっくに出しとけよかったと言っておりますが、有名なグラフです。山なりじゃなくてこうずっと上がっていくように止めるものには税金を払ってもらうじゃありませんか。これやりますとね、3.1 兆円でできます。そして米軍への思いやり予算、辺野古の美しい海を見立てる米軍再編予算、これはやめようじゃありませんか。ちょうど含まれて 7.5 兆円出てまいりました。皆さん、政治の姿勢を変えれば財源作れます。ただね、皆さん、この仕事やるには財界に物が言える政党が必要じゃないでしょうか。企業献金をもらっていない共産党が頑張る必要があるんではないですか。それから共産党の皆さんにこの願いを託してください。よろしくお願いいたします。平和の問題はどうでしょう。安倍首相は憲法記念日の日に2020年を新しい憲法が施行される年にするんだと言いました。参議院選挙で改憲の是非を訴える、これも言い出しました。ですから憲法の問題、大争点になっております。安倍九条改憲のどこが問題か。安倍さんの提案というのは9条1項戦争放棄、9条2項戦力の禁止、この条項はそのままにして自衛隊をかっこむっていう流れです。核だけだったらいいかなと思う方もいらっしゃるかもわからないけど、そうはいかないんです。それをはっきり示したのが自民党が取りまとめた9条改憲の条文案です。この条文案を見ますとね、9条2項の後に全条の規定は自衛の措置を取ることを妨げないとして自衛隊の保持を明記することとなっています。こうなりますと9条2項の制約が自衛隊に及ばなくなります。9条が2項が立ち枯れになり私文化してしまいます。しかし皆さん、私たちの日本国憲法第9条9条を楽しめている9条の命は2項にこそあるんではないでしょうか。戦後日本の自衛隊、ただの一人も外国人も殺していないし、ただの一人も戦死者も出していません。9条2項の力ではないでしょうか。安倍首相は自衛官の子供が悲しむと言って9条に自衛隊を明記すると言います。しかし皆さん、子供さんが一番悲しむのはお父さんが戦争で命を落とすことじゃないですか。この点では自衛隊員の命も守ってきたのが憲法9条ではないでしょうか。これを亡き者にして海外で戦争する国など絶対に許さなければいけません。安倍政権による9条改憲許さない、この一点で大同団結しまして野党を勝たせていただき、共産党を伸ばしていただいて安倍改憲さよならの審判を下そうじゃありませんか。よろしくお願いします。
それじゃあ共産党はどうするか。私はこの場で平和のための3つの提案をさせていただきたいと思います。第1番、皆さん、この北東アジア地域に平和の共同体を作ろう。このことを訴えたいのです。共産党は5年前の大会で北東アジア平和協力構想というものを打ち出しました。 ASEAN 東南アジアの国々に学んだものなんです。 ASEAN では東南アジア友好協力条約と申しまして、あらゆる紛争を平和的な話し合いで解決することを締約国に義務付けるルールを結び実践しています。人類の社会で紛争はなくならないかもしれない。しかし紛争を戦争にしないことは人類の永久にできる。この立場で頑張っているのが ASEAN です。しかし考えていますとね、日本国憲法9条の精神そのものではないでしょうか。私たち北東アジアにも ASEAN で使えているような平和の共同体を作ろう。このことを訴え、この5年間活動してまいりました。情勢の変化が昨年起こりました。北朝鮮問題を対話と交渉で解決する流れが起こっています。困難はあるけれど対話を続け、非核化と平和の朝鮮半島を作るためにみんなで力を合わせる時ではないでしょうか。そしてこういう情勢の変化の中で北東アジア平和協力こそいよいよ現実味を増していると思います。この方向にこそ北東アジアの平和の希望がある。このことを訴えし、この実現のために力を尽くすことをお約束したいと思います。第二の提案は核兵器のない世界を作ろうということです。2017年七夕の日7月7日史上初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約が採択されました。私もその場に合わせまして、もう皆さんが拍手と歓声で議場が包まれたことを思い出します。現在禁止条約の署名国は70、批准した国が23、来年には発行の見通しがついてまいりました。被爆者を先頭にした世界の運動が世界の歴史を動かしつつある大きな国じゃないでしょうか。ところで皆さん、情けないのは日本政府ですよ。唯一の戦争被爆国の政府なのに禁止条約に背を向けています。私、国連の会議に出た折に空席だった日本政府の席に大きいものが置いてある。近くに行ってみますと折り鶴なんです。 NGO の皆さんが作ったんですが、そこにはこう書いてありました。あなたにここにいてほしい。あなたは被爆国の政府でしょ。それなのになんでここにいないの。あなたにこそここにいてほしい。これが世界の声ですよ。皆さん、核兵器条約をサインする政府をご一緒に作ろうではありませんか。第3の提案は米軍基地の特権を正し当たり前の主権国家を作ることです。